翼。人間に翼があったら、それはモンスターだ。翼は自由になりたい人たちの憧れ。決してモンスターの証じゃない。さすがソルジャークラスファーストね。本当に強いわ。ソルジャーはタークスと違って戦うのが仕事だからね。これさっき助けてくれたお礼よ。じゃあ私次の仕事に行くわ。ザックスも任務があるんでしょ。ああ、あるある。またどこかで会いましょう。8番街が片付いたら5番マーコールへ来い。何か分かったのか。アンジールの目撃情報だ。見つけて抹殺か。軍が本格的に動くまでわずかだが時間がある。それまでに俺たちで奴らを見つけ出し。どうするんだよ。抹殺に失敗するのさ。マジ？ああ、マジだ。最高かもしんない。アンジールの顔がついてる。ジェネシス以外のコピーも可能になったというわけだ。本社ビルのトレーニングルームに、うん、セカンドたちの留守に忍び込んではよくふざけていた。ジェネシス、アンジール、俺本当に仲がいいんだ。どうだか。深淵の謎、それは女神の贈り物。我らは求め飛び立った。さまよい続ける心の源、かすかなさざ波の盾。ラブレス第一子。詳しいな。毎日聞かされれば嫌でも覚える。ヘラヘラして剣を振るなよ。どっちが。Ha!
さすがはセフィロスか。アンジール、下がってくれ。セフィロスと勝負がしたい。ジェネシス。俺も英雄になるいいだろう。その余裕、いつまで持つかな。破壊する気か。英雄になりたいだけだ。かすり傷だ。放っておいてもすぐ治る。約束のない明日であろうと、君の立つ場所に必ず舞い戻ろう。で、平気だったのかよ。問題ない。ジェネシスの傷についてはな。だが、アンジールが。アンジール、どうかしたのか。その後、延々とアンジールに説教された。なんて。いつも同じさ。心構え、夢、希望、そんなのだ。ああ、わかる気がする。やはり、二人はホランダーと組んでいるのか。どうしてこんなことに。アンジール、何してるんだよ。どこにいるんだ。
この先にホランダーの研究室があるらしい。施設の非公式な研究室だ。アンジールの行方とつながるかもな。よし、行ってみよう。この先にホランダ・アンジールの行方とつながるかもな。よし。扉まで動力が来ていない。動力源は ザックス、最下層のバルブを開いてくれ。それで扉が開くはずだ。ザックス、
Conflict resolved. Osha!
Activating combat mode. かかってかえ。哀れだな。モンスターが入ってる。ここでコピーを作ってるのか。これは科学部門から持ち出された極秘資料の一部だ。プロジェクト G、 劣化現象、古代種。興味深い。お前も見ておけ。これは科学プロジェクト G。 興味深い。ホランダーが発案した実験だ。生まれたのはごく普通の子供だった。つまり失敗だったはずだが、これは科学部門プロジェクト。クラクラする。ジェネシスが姿を消す直前だった。怪我は軽いはずだった。だがなぜかジェネシスの回復は遅れた。ジェネシスを治療したのがホランダーだった。ホランダー博士、ジェネシスの容体は？腕の傷から魔鋼が入ったのが良くなかったようだ。治療法はないのか？まず輸血が必要だ。君ではダメなんだ。なぜ俺ではダメだったのか。
GK ソルジャーか。これは科学部門から持ち出された極秘資料の一部。プロジェクト。プロジェクト G によって生み出されたのがジェネシスだ。プロジェクト G。 プロジェクトジェネシス。このレポートとは裏腹にジェネシスには明らかな変化があった。劣化？それだけではない。コピー？セフィロス。ホランダ、やはりここにいたか。私をどうにかする気かな。となるとジェネシスとアンジールの劣化は誰が止めるんだ。ジェネシス。ホランダを渡さない。ザックス、追え。惜しみない祝福とともに、君は女神に愛された。世界を癒す英雄として。ラブレスか。相変わらずだな。三人の友は戦場へ。一人は捕虜となり、一人は飛び去り、残った一人は英雄となった。よくある話だ。俺たちが演じるとすれば、英雄の役は俺か、お前か。お前がやればいい。はあ。あんたの名声は本当なら俺のものだった。くだらん。今となってはな。俺が最も手に入れたいのは女神の贈り物だ。逃がしてよ。アンジールの居場所を教えろ。
ランダーこっちに行ったような。
この剣使わないとまずいんじゃないの？この剣は重くて使いにくいんだ。ちっ、じゃあ軽いの持ってこいよな。はい、とっておき。ソルジャーの誇りを見せてみろ。見逃すなよ。自分がやってること分かってるのか？ホランダーの言いなりか。何がしたいんだよ。世界征服。つまんない冗談はやめてくれ。では復讐か。誰に？アンジール。モンスターになってしまった。モンスターの目的など復讐か世界征服くらいしか思いつかん。違う、翼はモンスターの証じゃない。ではこれは何だ？天使の翼。なるほど。ならば天使はどんな目的を持てばいいんだ？俺はどんな夢を見ればいいんだ？アンジール、天使の夢を一つだけ教えてくれ。人間になりたい。
何があったんだい？母ちゃん、俺、友達を助けてやりたいんだよ。でも、どうしたらいいのかわからないんだ。もしもし、母ちゃん？もしもし、やった！天国？残念。スラムの教会。ん？天使。私、エアリス。君、降ってきたの。あ？びっくり。あんたが助けてくれたんだ。別に。もしもしって言ってただけ。本当にありがとう、エアリス。俺、ザックス。なんかお礼しなくちゃな。いいよいいよ。そうはいかない。お、なあ、デート一回行ったのは？何それ、バッカみたい。え、はあ、ストップ。お花踏まない。なんだ？花あったら気をつけるでしょ、普通。悪いな、普通じゃないんだ。あれ、花なんて珍しいな。ミッドガルじゃ高級品だぜ。ここだけ咲くの。うちの周りに植えたのも元気に育ってる。俺なら売って金にするね。ミッドガルは花でいっぱい、財布はお金でいっぱい。ミッドガル、お花でいっぱい、財布、お金でいっぱい。考えたことなかった。お花踏まないでって言ったよ。悪い悪い。いつもここにいるのか？うん。ねえ、どこ行くの？わからん。送ってく。どこへ？わからん。俺ともっと一緒にいたいんだろう。うん。え、お。ここってプレートの下だよな。五番街スラムか。うん。向こう行けば町人たくさんいるし。上へも行けるよ。へえ、じゃあ町まで行けばなんとかなりそうだな。そんじゃ。
案内よろしく。じゃ、行こうか。悪い悪い。ザクス、逃げよう。平気平気、俺がついてるだろ。任せとけ。任せる？はいはい、危ないから下がって。アクティベイティングコンタクト。はっ！強いんだね。強くてまるでモンスターだよな。ザックス、どうかした？いや、さあ行こうか。あれ、かっこよかっただろう。わからん。褒めて、称えて。ほら、ザックス、行こう。って、もしもし。ズッチンラ、私はこうし。ここが町か。そう。どうかした？スラムって思ってたより町らしいんだな。
もちろん大勢暮らしてるんだからね。あのゲートの中マーケットなの。お店いっぱいで楽しいよ。なんか息苦しい。大丈夫？わかった。空がないからだ。空なんてなくていい。年中プレートに覆われてたら空が恋しくなるだろう、普通。ごめん、普通じゃないの。わけあり。空怖いんだ。吸い込まれそうで変だよね。普通なんてつまらないさ。そうかな。そうだ、俺がいつか綺麗な空を見せてやる。怖くなんかない。エアリスだってきっと気に入る。どうしたんだ？人探しか？違うの、最近ミッドガルのおじちゃん帰ってこないのか？帰ってくるもん。私がここで。おじちゃんは、私の夢はおじちゃん信じていれば。面白そうなところだな。うん、少し見てく。おっ、あ、ごめん。気をつけろよな。ごめんなさい、気をつけます。いってえな。あ、あら、あらら、どうしたの？財布がない。大変。あのガキ、俺の財布すりやがった。エアリス、ちょっと待ってろよな。さっきのガキ捕まえて財布取り返してくる。ブルーノっていうの。ブルーノ？あのガキの名前？うん、あの子少し知ってるの。こんなことする子じゃないよ。でも本当に財布取ったなら何か理由あるはずね。私探してくる。ザックス、ここで待ってて。わかった。待つけど俺せっかちだから。うん、知ってる。バレてた。理由があっても盗みは盗み。ぎったり説教してやらないとな。限界。なくなったのは俺の財布だ。俺もブルーノ探すぞ。あっちに行ったよな。